里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。ドラフト評価ロッテヤクルト編。いやちょっとロッテ。最高。ロッテ引きましたね。引く時間でもすごかったっすね。すごいですね。黄金の右手でね。はい。楽天も残ってませんでしたか、はい、佐々木投手。でも高津監新監督も奥川引き当ててね。はい、いやそうですね。あ、何なんですかね。パリーグ4球団佐々木、うん、セリーグ3球団奥川みたいな、はい、セットパで完全分かりましたよ ね, たね。あれ何なんですかね。多分、うん、理由はそんなないと思うんですけど、はい、不思議な光景でしたけどね。そうですね、まあ、たまたまですよね。まあ、たまたまだと思いますけど、はい、まあ、じゃあまずロッテから、はい、今度ドラフト最高評価点です。おー、ちょっと浜田さん、はい、僕がロッテなんて言ってたかちょっと言ってあげてくださいよ、ね、みんなに、ね、早く。悔しいぐらい当たっちゃってて、もう1位は絶対ピッチャーだって言ってて、はい、で2位も絶対キャッチャー取れって言ってました、はいはい、あれ1位誰でしたっけ。佐々木朗希投手、はい、大船渡高校ですね、はい、2位佐藤俊也キャッチャー東洋大学。あれ俺いや未来知ってるパターンかな。すごくないですか。やばくないですか。もうドンピシャですね。決して内部情報出してるわけじゃありません。いやそうですよ、だって佐々木投手引けたかどうかも分からないですからね。そう、うん、2位の佐藤俊也投手も僕が一番いいって言ってた海野選手と、はい、うん、それ2位で取ってんですよ。いやー大したもんですね。すごいですね。いや、まあ、やっぱりね、はい、ロッテのことなんでここを大きく外したら、はい、あの全体的な説得力が欠けるっていう一番良かったです。ほっとしてるんじゃないですか。ほっとしました。確かに。僕しかも、ね、はい、あのドラフト1位までは、うん、あのアベマ TV で、はい、あの解説してたんですけど、はい、でそれ終わってからはフジテレビのプロ野球ニュースに移動してたんで、はい、あの2位以下知らなかったんですよ。おいおい。でついてから2位以下発表されてみたら、はい、おーと思いましたよ。マジかっつって、2位キャッチャー来てるぞって。しかも佐藤くんじゃんっつって、はい、俺の一押しじゃんと思いながら。いやもう1位2位見ただけで、はい、うわロッテなんかやったなって感じですね。いや完璧ですよね、はい、来年石垣島、うん、もう宿取れませんはなるぐらい、うん、だからもう行ったんですよ、うん、石垣島の人に電話して、はいはい、もう今すぐ全ホテル1万円あげろって、はい、言ったんですか。ちょっと絶対来るからって。そうですね、もうビジネスチャンスやぞと、うん、あの高くても、はい、どうせみんなあのメディアの人たちは絶対来るから、はい、全員 一部屋1万円あげろって。ちなみに僕はドラフト前からもう行く日予約してます。はい、すごい早いですね。だからもう関係ない。すごい安く取りました。ずるいだな。佐々木投手はね、あの、いや、すごい投手であることは間違いないですけど、はい、まあ焦らずじっくり、うん、ファンの人もそうですけど、早く見たい気持ちをね、まあ出てくれば出てくればよし、はい、でもそれが3年ぐらいかかっても、長い目で見てあげてほしいなっていうところはあるんですよね。はい、無理せず、やっぱ怪我したらどうしようもないんで。そうですね。まあ、2位の佐藤君はですね、はい、まあ、僕は本当に今年のあのアマチュアの中ではナンバーワンやと思ってるんですよ。おー、ナンバーワンキャッチャー。はい、はい、うん。本人の頑張り次第では、安倍晋之助みたいになれる可能性もあるんじゃないのかっていう左バッターなんでね。期待はしてるんですよ。はい。ね、何回も言います。本人の頑張り次第はですからね、はい、可能性は僕は十分あると思うんですよ、はい、でそこによって田村がねもう一回尻に火がついて、はい、危機感を追って二、うん、人で成長していってくれれば、うん、このツートップがうまく働いてくれるんで、はい、そこは田村の頑張りのためにもこの佐藤君にはかなり期待してるんですよ。まあ、佐藤君入ることによってその他のキャッチャーにももうダメだよね。そうそうそう、なりますから。なりますね。しかもアマチュア球界ナンバーワンキャッチャーですから、はい、うん、それを取れたっていうのは非常に大きいです。しかもドラフトの後、ホームラン打ってましたから、その、おぉ、ポート大学リーグ戦で。すごい。ドラフト指名御礼1だ、みたいなの書いてましたけど。いや、期待できますね。いや、期待できます。はい。しかもですね、こっからもまたいいんですよ。うん、ロッテは、はい、3位にですね、国士舘のですね、はい、高上選手、はいはい、コートの2部なんですけど、あの、歴代最多安打の記録更新してるヒットメーカーなんですよ。すごい。トートは2部でもレベル高いんで、はい、そこで最多安打、うん、歴代ですからね、それを打ってるっていうところで、はい、うんうん、あの外野手、うん、言ったでしょ、はい、外野手、はい、高年齢化が来てるって言ったでしょ。言ってました、言ってましたよ。だから、はい、若いの取った方がいいっていう、うんうん、来ました3位で来ましたね。しかも打てる、打てる、あ、打てる、はい、ヒットメーカーです、はい、ね、で、うん、その後に、はい、専大松戸の横山君、これねちょっとサイドスロー気味なんですよ、はい、だからまあ先発でハマってもいいし、中継ぎとしても、ひょっとしたら早い時期で
うまく体が作れればね。うん、で、まあ地元なんでね。小田君で内野手、構成でしょ、はい。佐藤さんね、内野手も欲しいって言ってましたね。そうそうそう。内野手も層を厚めにしたいんで、はい、5位で福田選手取れて、まあここで指名ね、5人で終わったんですけど、はい、これもうフルコンプリートしてるんで、はい、まあそれ以上、行ったらいいですけど、うん、まあ育成2人取りましたけど、はい、あの、完璧ですね。5人でも。欲しいところが全部補強できたと。そうですね。だって、いい選手全部言ってた通りでしょ。言ってたの全部クリアしてます、はい。人はね、それぞれありますけど、はい、ポジション的にはもう完璧ですよ。はい。これは。未来が楽しみですね。大満足ですね。はい。でもこれがね、はい、あの、10年後どうなるかと思って。いや、そうですよ。今、佐藤さんが、まあまあ、まあ、ランクはつけないにしろ。そうです。だこれもね、YouTube はね、はい、5年ぐらい続いたらね、はい、あの、今日のおさらいしましょう。この映像を見ながら、もう一回ワイプで喋りましょう。面白い。あちゃーちって。ヤクルト行きましょう。ヤクルト、最高です。聞きましたねー。高橋さんね、はい。はい、奥川くんは、佐々木くんと違って、はい、ひょっとしたら開幕ローテーション、はい、ヤクルトのピッチャーの全体的な評価考えると、開幕ローテーションあります。うまくはまれば、怪我なく。楽しみ。僕はだから第3戦、はい、日曜日先発やってるんですよ。はい、お開幕。そうなんですか。やっぱ新人は日曜日に投げる傾向があるんですよ。なんでですか。やっぱナイターに慣れてないっていう、はい、ところでデーゲームっていうところと、はい、やっぱ集客率高いんで、はい、日曜日にやってお客さんいっぱい来てもらおうっていう、はい、その営業的な戦略もあるんですけど、へー、はい、うまくいけば開幕ローテーションの可能性も十分あります。今のヤクルトのピッチャー先発考えると、はい、ちなみに僕ヤクルトなんて言ってました。ピッチャーを必ず補強しろというふうにね、ああ言ってました。言ってましたよね。言ってました。あれ ?1,2,3,4 ピッチャーですね。言ってますね。高卒大卒完璧です。即戦力、ね。はい。そうです。やっぱりピッチャーすぐ行きたいんで、はい、まあ奥川くんはね、しっかり取っといて、うん、あと3人を全部大卒で固めて、はい、今年12球団ワーストのチーム防御率をなんとかしたいっていう高橋さんの思いもあるし、はい、今の選手だけじゃ物足りないんで、はい、やっぱりそこを若いルーキーでなんとかチームの中を活性化させてこう回していきたいっていうね、うん、こう意図が伺えますよね。いや、そうですね、うん、上4人ピッチャーっていう、しかもですよ佐藤さん、はい、サードショート内野を確保したいというふうに言ってました。あ、言ってました。言ってました。おお、取ってますね。長岡君、竹岡君でね。5、6で内野行ってますね。内野行ってますね。確保しておきたいぐらいの感じで、まあ、高卒を2人取ってるということですね。打線はいいんで、はい、今なんとか回ってるんで、うん、回らなくなってきた時のために、そこを育て上げたいっていうのもあるでしょうね。はい。だから、買いですよね。うん。いや、意図がすごくないですか？すごいです。しかも、奥川君引けたことによって、はい、そのストーリーが完璧に仕上がりましたね。その意図的な2位、3位、4位のね。そうですね、はい。外してからの戦略って、またちょっと考えどころがありますけど。そうそうそう。外したところもしっかり取れてるんで、そういったところでは、いい感じですよね。しかも、あの、3位で取った創価大学の杉山君とか、結構いいですからね、はい。あ、そうなんですか。はい。で、日体はね、僕と同じ首都大学リーグで、吉田君って、はい、この吉田君と杉山君、結構いいですからね。杉山君、最速154キロ。大学屈指の好投手って書いてますからね。いや、あの、去年とかも、すごい良かったんですよ。うん、はい。こう3年生春で、2期連続リーグ MVP って書いてますから。いやー、すごい、3年春。はい。だちょっと、今年、だから3年生の時に比べたら若干落ちたのかもわかんないですけど、うん、素材はいいんで、はい、で、この大正大の大西君はですね、僕生で見たことあるんですけど、はい、結構でかいんですよ。体格もいいんで。ね、175センチ、83キロ、ちょっとこういう感じでかいんですよ、はい、へー、でパワフルな投球して、はい、あの若干変化球が多めなところが気になったんですけど、はい、もうちょっとストレートをしっかり投げ込んでいけば、うん、さらにポテンシャル上がってくると思うんですね。はい、で内野手も2人も、まあ、今これから育てていこうっていうね、これからです。はい、佼成学院の甲子園出てるね、竹岡選手。そうですね、はい、あ、徳島、地元じゃないですか。地元じゃないですか。しかもこれあれですよね、はい、なんかお母さんありがとうみたいな企画でやってましたね。なんか、家族が玉ねぎ農家さんで、淡路島のね、うんうんうん。で、なんかあの、車で、青森まで、なんか応援に行ってたみたいな。はい、そう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 。その方か。はい、やっぱ徳島出身はね、いい選手が多いんでね。はい。活躍してほしいですよね。これちょっと地元ひいきなことかもしれないですけどね。いや、そんなことないですよ。大事なお知らせがあります。何ですか？ちょっと忘れないようにメモしといたんですけど、はいはい、佐々木的名言です、はい、名言って最初に言ってるんですね、はい、自分で、はいはい、お願いします。思い通りに欲しい選手が取れたのと活躍する選手を取れたのは別です。おお、これです。
今思い通りに両チームとも取れてる。ロッテとヤクルトは、はい、多分思い通りのドラフトができたと思うんですよ、はい、だから自己満足度は非常に高いと思うんですよ、はい、その12球団の中でも、うん、思い通りに取った選手が活躍するかどうかは分からない、はい、思い通りじゃないドラフトだったとしてもその年の選手たちがすごく活躍するかもわからない、うん、これがドラフトの難しさ。山田哲人、はい、外れ外れ1位ですから。そうですね。それが今や日本球界ナンバーワン殿堂入り確実の選手になるんですよ、うん、はい、はい、思い通りのドラフトができた2チームは多分最高だと思いますけど、はい、これが5年後どうなってるか、はい、お楽しみに。まずはヤクルトファンの皆さんとロッテファンの皆さんも早めにホテルの手配お願いします。